明日の洗濯指数をお伝えしていきます。明日は洗濯物の外干しができるんでしょうか。晴れアイコンも多く出ていますが、全国的に雨の降りやすいお天気になりそうです。それではより詳しく見ていきましょう。こちらは気温の予想です。朝はやはり冷え込みそうです。前日ほどではありませんが、朝と夜はひんやりとするため上着を忘れずにお持ちください。その後日中はゆっくりと気温が上がっていきます。前日ほど上がりはしませんが、西日本から東日本でだいたい15度前後、また北日本も4月並みの体感となるところが多くなります。雨の割に気温は高めですね。それでは洗濯指数です。指数で見ていきますと、各地雨が降りやすいということで、西日本も心配なエリアが多くなっております。福岡では OK アイコンが出ています。午後ほど日差しが期待できそうです。また東日本から北陸にかけてはやはり NG のアイコンが多く出ていますね。雨の降りやすい1日、東京では OK とはなっていますが、にわか雨にお気をつけください。北日本もお昼頃から雨が降りやすくなるため要注意です。以上、明日の洗濯天気でした。